高柳忠夫5月3日は、日本の海軍軍人。第3回旅巡航閉塞作戦で、江戸丸指揮官を務め戦死した、海軍少佐である。16位、訓後投稿5級。佐賀県出身。佐賀中学で2年間学び、地震官を経て、海軍兵学校26期を59名中11番で卒業した。同期に、小林製造、野村義三郎。 水野博則などがいる。1900年少尉任官。日露戦争改正を迎え、防護巡洋艦、秋津島法術長として出征した。高柳は、第3回閉塞作戦に、江戸丸指揮官として参加する。江戸丸は、東都海丸、富山丸と共に、第2小隊を構成し、中央左側に沈没させる予定であった。1904年5月2日。 林光雄中佐を総指揮官とする十二隻は閉塞に向かう。旅順港閉塞作戦は地図上のポートアーサーとある P の位置付近の閉塞が目的であったしかしこの日の風浪は激しく、林中佐は中止命令を発し反転した。江戸丸は、は中佐が乗船する柴田丸に続行したが、中止命令は届いておらず。 また反転せず旅順口に向かう他線を見て再反転し閉塞に向かった。閉塞部隊は分裂状態となったが、江戸丸はとうとう海丸ら4隻と一団となる。ロシア軍の激しい迎撃を受ける中、高柳は船橋で指揮を取り、目標地点に到達したとして闘病用意を命じた。高柳は羅針盤で位置を確認しようとした際、腹部に被弾し戦死した。 指揮官府、長田武次郎中尉は、指揮を承継し、江戸丸を爆破させ、上院と高柳の意外とともに、橋船で脱出に成功。江戸丸の戦死者は、高柳と一等機関兵、武藤や七の二名であった。高柳の墓所は、佐世保東山海軍墓地にある。海軍兵学校出身者戦死者、香る影659ページ、日露戦士名誉列伝。 林光雄雄君ごた、所々列伝、海軍兵学校演革、ハット ABCD、極秘明治37.8年開戦史、第一部戦記、カ四4、日露戦争ピアニッシモ、323から324社団法人佐世保東山海軍墓地保存会2011年11月12日、閲覧、官報第4989号、序人及び、 事例1900年2月21日、官報第5539号、序任及び事例1901年12月18日、官報第6142号、序任及び事例1903年12月21日、ありがとうございます。